丸山厚志、丸山厚志、丸山厚志、1976年6月1日帯は日本のプロレスラー。全日本プロレス所属。妻は元女子プロレスラーの白鳥千佳子。桃山学院大学在学中に大阪学院大学のプロレス研究会でアンデレ丸山として学生プロレスを始める。2000年9月大阪プロレスに入門。 大阪プロレス時代は、プロ野球球団、阪神タイガースと、テレビアニメ、タイガースマスクを合わせたギミックが、特徴の覆面レスラー、タイガースマスクとして活動していた。2001年5月19日、ナンバーマザーホール大会のタイスペルでメキン戦で、タイガースマスクとしてデビュー。ここから連敗を重ね、実に121連敗することになった。 2002年5月26日、タイガースマスク高い剣豪組対ビリーケンキット週組戦でシュウを横入り式エビ固めでフォールを奪い初勝利を挙げる。2003年、阪神の好調に伴い引きずられるようにタイガース自身も良いファイトを繰り返していく。阪神の特集番組等に関連して関西ローカルながらテレビやイベントに多々出演。 12月にビリーケンキットとタンクを組み、大阪タッグチャンピオンのベルトに挑戦して王者である、重心サンダーライガー村浜武宏組をタイガーススープレックスホールドで倒した。しばらく後に着いたタッグチーム名はザトラビリーであった。2004年5月にアバラボ骨を骨折し欠場して6月には復帰するものの調子は上がらず不振が続いた。 12月には5度目の防衛に失敗し、タック王者から陥落して、自身の不信を理由に、タイガースがザトラ、ビリーの解散を申し出る。2007年2月、大阪ハリケーンにデビリー兼キットを破り、大阪プロレス王座を獲得。2007年9月、道の区プロレスで開催された第4回、覆面ワールドリーグ戦に参戦。準決勝で、 タイガーマスクとの直接対決が実現して、結果はタイガーマスクの勝利。2007年12月、天皇さん2007で優勝と同時に大阪プロレス王座を防衛。2008年10月、コスチュームを黒を基調としたものに一新して、ヒールへと転向。2009年3月、サソリを下して、第6代イムグップ世界ヘビー級、e、王者に輝く。十二月、 新日本プロレス主催の第5回スーパージイカップに出場して2回戦で丸藤制度をプロレスリングノア所属に敗北な、丸藤は本大会で優勝2010年1月17日ドラゴンゲート大阪府立大会へブラックバファローと共に乱入4月18日スペルシーサーを破りオープンザブレイブゲート王座をダッシュ 2014年、大阪プロレスを退団して、東京で活動することを発表して退団後の、初試合にて、自らの手でマスクを脱ぎ捨て素顔に戻った。素顔となってからは大日本プロレスに、レギュラーで参戦。開園体土壌では、柏大五郎が所属するボズ連合に加入し、大阪退団後は、リングネーム、鉄兵として活動。プロレスリングヒートアップでは、ヒールユニット、 無宿に加入し大阪対談後は、リングネーム無宿の赤虎として活動し、道の区プロレスでは、タイガースマスクを感じさせる、イーグルスマスクとて登場している。なお、大阪プロレス時代の平日マスクは、東京でも活躍している。丸山は対談後の4月22日より、先駆者に所属したものの9月末をもって、契約終了して退社することを公表したが、その後、 軽椎症性神経熱症及び頸椎年座のため、当分の間欠場すると公表して10月28日には、丸山が中心となって欠場プロレスをアイスリボン道場で開催している。以降も不定期で欠場中の選手と共に工業を開催している。なお、11月に復帰した際にはコルセットを首に巻いて試合を行った。2017年2月27日。 レッスル武道館で、的場プロレスの旗揚げ戦を開催。12月24日、プロレスリングアルカディアの旗揚げ記者会見を行う。会見には、秋山ひとしも一般客として姿を見せた。12月25日、アルカディアアリーナで、プロレスリングアルカディアの旗揚げ戦を開催。12月29日、アルカディアアリーナ大会を最後に、プロレスリングアルカディアが解散。 2018年1月1日、全日本プロレスに入団。1月2日、全日本プロレス公楽園、ホール大会で、秋山から、プロレスリングアルカディアから遺跡の丸山厚史と、紹介されて、入団挨拶を行った。2014年5月3日、海援隊ドジョブルーフィールド大会で、ユニット、ロズ連合のメンバーとして、柏大五郎とタッグを組んで耐震総研公案タンク。 長い組戦でデビュー。リングネームの通り、軽土女に所属していた、石坂鉄平を彷彿させるようなマスクをつけている。5月以前は、タイガースマスクとして、ロズ連合に所属していた。2014年6月8日、道の区プロレス高楽園、ホール大会で、プロ野球球団、東北楽天ゴールデンイーグルス、飛行人レスラーとして、マッチョパンプ、バンクーバーキャットとタッグを組んで、 ヤッペン1号ヤッペーマン2号ヤッペーマン3号組戦でタイデビュー。試合終了後に1号が一つだけ聞かせてくれ。阪神と楽天どっちが好きなんだと聞かれて、そりゃ楽天やろと答えた後、もう一度1号がプロレスと野球どっちが好きなんだよと聞かれて、そら野球やろと答えた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。